インバウンドによって地方が稼げるみたいなモデルがポンポンポンと出てくると、東京一極集中じゃなくて地方も稼げる鍵になってくる。パカラパカラ、皆さんこんにちは。まちゃんこと経済アナリスト馬淵麻里子です。このチャンネルでは金融に関わる情報や株式投資のトレンド、皆様からのご質問にお答えします。馬淵さん、マスクが終わりましたね。そうですね。みんな外してますね、最近ね。はい、ようやく。5% くらい。うん、そうですね。意識的に多分やってる人もいると思う。変えようと思って。僕もちょっと意識的に変えようっていうつもりで外出るんですけど。うんうん、いやー、でも。ちょっと気使うけどね、やっぱ密集してるところなんかはね。ちょっと一人だと、あ、やべえ。怒られそうです。そう、そんな感じるときだね。なっちゃいますけど、うん。コロナも収束してみたいな感じを受けるなと、うん。そうね、ほんとそう。高くもなって。そうね。おめさん、春らしい。あ、ちょっとね、今日暑いから。そしたらお出かけというか、お買い物とか、とかいろいろしたくなってますね。そうそうそう。なので今、インバウンドがすごい動いてますね。そうなんですか？うん。動き始めてて、でもね、日本もいろいろここの時期に備えて、いろんな動きが今動いてます。まず、文化庁が京都に移転したんですよ。中央省庁の一部がこんな風に地方に移転するってすごく珍しいケースというか、なかったケースなんですけど、やっぱりその日本の魅力って地方にたくさんあるので、まあ京都をまずメインとして、PR 含めて。日本の文化とか食文化とかを伝えていくために、東京だけじゃなくて京都からも発信していこうっていうので、文化庁が京都に移転。それはいいことです、ね。そう。かつ、私もこの前テレビで解説したんですけど、観光庁がすごく今、日本の中で魅力的な地域たくさんあるんだけど、11地区決めて、ここにモデル事業として、モデル地区として、海外の富裕層がたくさん来るようにサポートしていきますっていうのを始めたんですよ。今、日本コロナから復活してきていて、はい、戻ってきてます、インバウンド需要。一人当たりいくらぐらいこう、日本に来ると落としてると思います、お金。外国人。もう僕が仮に外国に行って、うん、向こうで。まあ、せいぜい10、20とかですからね。めっちゃ散財したとしても。うんうん、そう、いい線。そんな感じ。日本にだいたい平均1回来たら21万円ぐらい落としてる。ああ、やっぱそんぐらい。感じなんですよ。うん、でも、コロナ前の2019年は16万円だったらしいの。え、少なって感じじゃない、うん、日本に来て16万円しか落としてないみたいな。そっか。で、今、円安もあるし、はい、まあ、いっぱい落としてくれて、21万円超えてきてるんだけど、でも、それでも21万って、もっと落としてよって感じじゃない？確かになんか爆買い、中国人とか、そう。5万とボンボンとか、ね。買ったらいいよね。はい、なので、政府としては、1回来たら100万円ぐらい使う富裕層をたくさん呼び込むために、まさにラグジュアリーインバウンドを獲得するために、地方の魅力的な地域、これモデル事業で選定して、でも、地方も、その、富裕層を受け入れる体制もちろんないし、ノウハウもないし、人材もないし、どうやったらいいかわからない、うん、そこに対して人材をサポートしたりとか、ノウハウサポートしたりとか、資金のサポートしたりするみたいなモデル地区11区が始まったって感じ。それはいいことですね、うん、クジラを釣り上げるってことですね。まあ、もうちょっと具体的に言うと伊勢神宮あるじゃない、私も行ったことあるんだけど、神秘的で素敵なところなんだけども、その参拝とその自然とかを一緒に体験できる体験ね、うんうん、だから日本に魅力的な地方があるので、体験と一緒にちょっと高い値段になるんだけども売っていくみたいな、そういうのをいっぱい奄美大島とか、うん、そんなところも含めてやっていくっていう、そうなると地方が自律的に稼げるようになってくるわけじゃない。そうすると、インバウンドによって地方が稼げるみたいなモデルがポンポンポンと出てくると、みんなこれを真似して、みんなが豊かになろうっていう仕組みなんで、東京一極集中じゃなくて、地方も稼げる鍵になってくる。え、そうなるともう、今動いてる中だと、うん、コロナ流行ってインバウンドってガクーンと落ちたじゃないですか。そうね。来る前に、規模と比較するとどんくらいお金は動きそうな感じ？コロナ前は4兆円の規模、はいはい、インバウンドの規模感っていうのは4兆円なんですね。コロナによってほぼゼロで、今今年5兆円ぐらいになりそうなのよ、インバウンド、抜きそうなのもう、この中国人がまだ戻ってきていない中でっていう見通しとしては、5兆を超えてきそうだってなってて、で政府としては8兆円とか目指してるんですけど、いやいやもう10兆目指そうよって言ってる人結構いるんですよ、うん、インバウンドで消費この規模感を10兆、日本が稼げる力10兆
ってなったら、GDP に対するインパクトも大きいし、自動車産業まではいかないですけれども、それに匹敵するぐらいの産業になるってことなんですよ。だから前から言ってる通り、何で日本は稼ぐのか。今、自動車がメイン。あるいは投資、海外に対する投資がメインだけど、インバウンドもずっと言ってる通り、柱になりそうなんですけど、4兆、5兆だとまだちょっと少ない。で、10兆ぐらいになると、お、稼ぎ頭になったって感じなんで、うん、まあ今から倍ぐらいだけども、十分にあり得るし、そのためには単価上げないと、これまでの安いものを安くこう提供してるだけだったら、10兆いかないから、なので国は、まあ100万円、バッとこう落としてくれる。平均でね、落としてくれるような方々を、どん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 取り入れようっていうふうな感じになってます。観光立国の戦略がついに形になりそうな、そうなんですよ。ちょうどまあだから本当にこの経済再開するところにこう重ねて、もう文化庁の移転とか観光庁の戦略って前から決まってたことなので、ちょうどこの今のいいタイミング、マスク解禁とかいろんないい時期にバンバンバンとこう今ニュースが出てきてるので、すごい流れとしてはいいなと思って見てます。いいんじゃないですかね。だってこの1年2年、うん、ずっと我慢して、そうそうそう、たまりにたまってると思うんで、うん、そのしゃがんだエネルギーをジャンプして、そうね、ガーッと盛り上がっていいですね。だからやっぱり前から言ってる通り、旅行とかそういった宿泊関連とか、あと外食ね、うん、はもう引き続きやっぱ注目かなと思います。なるほど。インバウンド関連ってもちろんそのホテルとか、はい、移動を伴うものとか外食とかもそうなんですけど、まあ以前からよくよくこの番組でもご紹介しているお土産なんかすごく注目で、コトビクスピリッツって言われている、はい、北海道の有名なお土産とか、はいはいはい、こう地方地方のこの有名なお土産をこう傘下に収めているコトビクスピリッツっていう会社があるんですよ、はいはい、これは、もちろんこのインバウンド銘柄としてすごくコロナ前大人気化して いたまあ会社で、まあプライム上場で大きな時価総額なんで、まあ紹介しやすいんですけど、今ちょうどね、また盛り上がってきてますね。じゃああれですね、それのお土産流れを汲み取ると、コロナ前とかに盛り上がってた、うん、インバウンド関連の銘柄とかは、また注目が集まると。集まってますね、実際に。なので、過去の、インバウンド関連みたいな2018、19とか、まあ2015年以降かな、ずっとこう人気だった銘柄が、まあ少しこう停滞してきて、コトブキスピリッツに関して国内需要も強いから、はい、結構コロナ禍でも反発して、で、さらに、今、インバウンド再開って言って、もう一段行ってる感じなんですけど、ここは長期投資でいいねっていうのは結構前から、ずっと前からこの番組で ご紹介していて、時価総額も大きいしっていうところで、お土産関連とかも実は入ってきます。11の観光地域でしたっけ、うんうんうん、そこに噛んでくる会社さんとか強いってことですね。そうね。国の推進のもと動くってなったら、でかいそのお金の動きとかって注目ですね。ホメさんはなんか今年はあれ、どっか旅行するんですか？全然言ってないね。出張めっちゃ多いからね。地方となんとかで、うん。でもね、めちゃくちゃ人増えてますよ。京都も、もうだから、この2週間で2、3回行ったし、大阪も行ったし、はい、まあ、出張で行くんですけど、はい、とにかく人がもう多いから、めまいがしました。っていうぐらい盛り上がってますね、京都。うん、タクシー乗るのも一苦労っていうか。なんか、まぶちさんが地方登壇されるときに、ちょっとワクワクしちゃうあれ、地方とかってあるんですか？北海道は、はいはいはい、飛行機乗る前、はい、空港で海鮮食べて帰る一人で。北海道だけは。うん。札幌で。うん。新千歳か。うん。海鮮丼？海鮮。結構うまいですか？美味しい。でもね、あ、最近の楽しみは、地方登壇行った時に、そこの主催の方が、地方の名産みたいなお土産、お菓子をいただく。はいはい、ことが多くて、なんかそれってすごくあったかみを感じるっていうか、その地方の、だから滋賀県だったら種屋クラブハリーなんですよ、はい。滋賀の代表のお菓子ってもうあるんですよ。で、各地域に多分、小林さんも多分、ある地元の有名お菓子とかさ、ある、絶対あるはずよ、その百貨店に出て行ってるような。神奈川ってマジでないですよ。嘘？本当？川崎大師の雲南観念とかあるけど。ですけど、本当？川崎の人何にもわって思いつかないです。本当？あ、そうなんだ。でもなんかまああるわけよ。はいはい、それをいただくと、まあ、書籍今度今書いてるから、はいはい、仕事術の書籍書いてて、手土産リスト今作ってるんだけど、はい、それがだから地方の地銀さんとかに私都内行くから、地銀さんがもう自分たちのこの地域の誇りに思ってるものを手土産としていただく感じなので。
もうそれはもう代表上のお菓子じゃないですか。はいはい、そういうふうなものを、ただ一個の書籍に付録としてまとめようと思ってて。面白いです。そうそうそう。だから人からいただいた、信頼できるビジネスの方からいただいたものを、これみんなで共有したいっていう。これ私今趣味になってます。で、いつももらったら、今度書籍書くんですけど、もらったことを書いていいですかみたいなことをいちいち聞いてる。だからめっちゃそれ楽しい。これが地域の名産なんだとか、で、すごくみんなが知ってるものじゃなくても、例えばその銀行の頭取さんがすごくお気に入りの地域の蜂蜜とか、はい、地域の工芸品なわけですよ。はい、みたいなのも、リピートしてるから一人で。家帰って美味しいわと思って食べて、もう一回自分で EC サイトから購入するみたいな。あ、そういうことしてる。最近の趣味が。最近の趣味じゃない。いいことですよね。うん。共有するのが好きだから人に、書籍に書くっていう。いや、じゃあなんなら、今週、地方行って、うん、なんか良かったものみたいな感じで、うんうん、動画の最後に紹介するコーナー設けますか。いいね。そうそう。そういうのを今見てるよ。結構、そういう視点で。多分、視聴者さん絶対喜ぶと思うんで、マムシさんのプライベートがちょっと覗けるみたいな。あ、ほんと？はい。そう、じゃあ今度、ご紹介してください。あ、ぜひぜひ。いっぱいストックあるから。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ここまでご覧いただきました皆様ありがとうございます。今回の動画がいいなと思っていただけた方は、ぜひいいねボタンと通知ボタンとチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。